1978年10月7日午後0時半ごろ、福島県いわき市渡辺町の民家でバイクに乗ってきた若い男が一人でテレビを見ていた主婦 A 子さんと二言三言話を交わした後、騒ぐな、金を出せと急に部屋に上がり込み、 A 子さんの手足を紐で縛って脅迫、室内を物色してタンスの引き出しにあった財布から現金2500円を奪って逃走した。 A 子さんは約20分後やっとのことで紐をほどき、近くの家から警察に通報。届け出を受けたいわき東署では強盗事件とみて中央署、南署にも手配、県南機動捜査班などの応援を受け、延べ340人を動員して捜査を続けた。しかし、犯人が乗って逃げたというバイクを目撃した近所の人がいない。主要道路での検問の網にかからなかった。奪われた金額をはじめは5000円と言いながら、その後3000円に変えた。室内を荒らした状況が話を聞くたびに変わり曖昧などの不審な点が多く、 A 子さんからさらに突っ込んで事情を聞いたところ、2日後の9日夕方、借金に返済に迫られ強盗に入られたといえば同情して待ってくれると思ったと狂言強盗だったことを自供。このため同署では A 子さんを軽犯罪法違反容疑で地検いわき支部に書類送検。いわき監裁は過料3000円の略式命令を出し、 A 子さんはこれを納めてこの事件は解決した。ところが翌年1月10日埼玉県で強盗を働き、大宮署で取り調べを受けていた K という男が、昨年9月末か10月常磐ハワイアンセンター近くの民家に押し入り、主婦を縛って現金2000円か3000円を奪ったと自供。真犯人が出たことで狂言が一転、強盗は本当だったことが明らかとなった。記者会見で A 子さんは、強盗に入られお金を取られたのは本当です、でも朝の10時から夜の7時頃まで調べられ、家に残してきた子供たちのことが気がかりだった、警察も狂言を認めれば新聞発表はしないと言ったので、狂言に応じればそれで済むと思ったと、約5ヶ月間にわたる苦渋の日々を切々と語った。またいわき東署が狂言と断定後、 A 子さんの夫が狂言ではないと同署に抗議したが、半ば門前払いされていたことも明らかとなった。夫は A 子さんが狂言と自供した翌日電話で抗議、その後も A 子さんと一緒にいわき東署を訪れ、狂言ではないと申し入れた。このためいわき東署では A 子さんを別室に移し、約2時間事情を聞いた。このあと捜査員が2人に間違いはないと説明。夫がもし真犯人が出たらと聞いたところ、絶対にありえないと答えたという。真犯人 K は A 子さん宅をはじめ埼玉県や岩手県で4件の強盗を働いた上、未遂も含めた4件の婦女暴行など合わせて10件の犯罪を重ねていた。1978年10月1日田村郡小野町の参道で買い物に行く途中の
小学3年生の女児に現金200円を与えてアイスクリームを買ってこさせた後、キノコのあるところへ案内してくれと言って山林へ連れ込んでいたずら、3週間の怪我を負わせた。さらに同年12月17日、いわき市四倉町の工事現場で友人らと遊んでいた近くの小学1年生の女児にパンを買いに行かないかと誘い、自分の運転する原付バイクに乗せて山林に連れ込んで乱暴。いわき中央署から参考人として出頭を求められた1979年1月9日、逃走資金を得るために自宅近くの農家に押し入り、現金を奪って逃走。翌日、逃走先の埼玉県大宮市内で強盗致傷事件を起こし、大宮署員によって緊急逮捕された。大宮署の取り調べの中で K は、いわきの強盗事件も俺がやった。事件をテレビを見て、被害者なのに狂言強盗ということで処罰されるのではないかとかわいそうに思った。いずれ警察に捕まったとき、この事件のことを詳しく話さなければと思っていたと自供した。1979年5月2日、K に対する論告求刑公判で検察は、被告の犯した罪は悪質極まりなく、犯罪史上まれに見る犯行と言わざるを得ない。白昼堂々と実行された強盗や、幼い少女を乱暴するなどの行為は、蛮行に等しく、社会の平和を保持するために厳しく指弾されなければならない。と、犯行の重大性を指摘し、懲役23年の重刑を求めた。一方、弁護側は、犯した罪から考えればやむを得ない求刑としながらも、幼い時から施設暮らしで、本当の意味での家庭や肉親の愛に飢え、心には常に陰りがあった。焼けっぱちになっての衝動的犯行も多く、回春の情を組み、刑期の短縮を、と訴えた。しかし裁判長から発言を許された K は、やりたいことは全てやった、一層のこと死刑にしてほしいと異例の嘆願を申し出るなど、自分の犯した罪の重さに苛まれているかのようだった。5月23日判決公判で裁判長は、強盗致傷、婦女暴行未遂事件など3件の犯行に対して懲役4年、少女暴行致傷事件など7件について懲役12年の合わせて懲役16年の実刑判決を言い渡した。判決理由で裁判長はまず、K の犯行動機に触れ、両親の愛情不足やすぐ子供に当たり散らす父親の養育態度に反感を持ち、幼い時から非行に走るようになった。刑務所出所後、兄の紹介で勤めた職場での待遇や、服役中に妻が浮気するなどしたため、常に吐け口を求めていた。と、法的名を除いては、検察側の主張を全面的に認定。ついで、その犯行対応を、計画的で残忍、冷酷、被害者のほとんどが女性で、しかも手口が悪質、直接的動機では情状の余地はないとした。しかし当時 K が情緒不安定だったことや、奪った金額が少ないこと、与えた傷が比較的軽いこと、さらに確定前に犯した事件や狂言強盗として処理されていた事件を自ら申告していることなどを、回春の情が深いと
と判断。検察側の要求を大幅に下回る量刑を下した根拠とした。そして君は死刑にしてくれと言ったが、死んだからといって被害者の慰めにはならない。乱暴された少女が一生重い荷物を背負うことに対し、立派に更生することで答えなさいと諭した。真犯人の犯行自供で身の潔白が明らかとなった A 子さんは、1979年3月いわき簡裁に無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したとの理由で再審を請求した。無罪を求める再審の中で A 子さんは、はじめは取調官も自分の言うことを聞いてくれたが、取り調べから3日目になると態度が変わり、借金をしていることや犯人が乗ってきたバイクを置いた場所、縛られた紐の結び方の食い違いなどから、これは嘘じゃないかと言われ、その日の夕方、子供や夫が心配で早く帰りたい一心から狂言を認めてしまった。もう二度と私のようなことはさせたくないと訴えた。弁護側は数多くの状況証拠を無視し、予断と偏見をもって捜査にあたり、新聞報道しないと騙して虚偽の自白を引き出したといわき東署のずさんな捜査を厳しい口調で追及する弁論を行った。1979年11月最新の判決公判で裁判長は無罪を宣言。事件発生以来約1年1ヶ月ぶりに A 子さんの冤罪が晴れた。1979年12月 A 子さんは犯罪者の汚名を着せられたことによる精神的物質的損害の保障を求め、警察当局を相手取って160万円の国家賠償請求の民事訴訟を起こした。これに対し被告弁護側は、原告の A さんにも責任の一端はある、マスコミの無罪判決の報道で大幅に名誉は回復されているとして、慰謝料の額が高すぎるなどを内容とした準備書面を提出する一方、和解のチャンスが欲しいと申請。原告側でもこれを受け入れ、和解交渉が進められた結果、被告側が本件捜査につき過失があったことを認め、原告にこれを陳謝する、その賠償として100万円を支払うことで和解が成立した。 A 子さんは和解成立後の記者会見で、やっと終わりました、この事件で私たち家族が受けた精神的損害はお金では買えません、警察の方々は私たちの家族の犠牲を最後にして二度と捜査ミスを起こさないでほしいと訴えた。